はい、オリエンタル通信のヒデです。先日オリエンタル通信のケンが大阪に行ったらしくて、それのお土産を今日もらったんで、ちょっとそれ開けていこうと思います。何入ってんだろうな。2つ入ってて、1つがこれ、大阪名物オタク三兄弟。どうやらなんかお好み焼きせんべい、たこ焼きせんべい、串カツせんべいの3種類が入ってるせんべいですね。うまそう。もう一個がたこ焼き風味キャラメル。大丈夫これ？たこ焼き風味のラムネとかあるよね、多分その類だと思うんだけど、これちょっとやばいね。ケン大丈夫これ？じゃあちょっと食べてこっか、せっかくだし。ケンありがとね。2、1、よし食べよう。これは美味しいでしょ、普通に。こんな感じですね。串カツせんべいから食べていこうと思います。よし、これもまあうまいでしょ絶対。うん、あ、なんだろうこれ。うん、あれだな、駄菓子屋に売ってる20円ぐらいのせんべいと同じだこれ、味が。あ、美味しい。じゃあ次、お好み焼きせんべい。これ美味しいぞ普通に。うまい。ビール飲みたくなるこれ。よし、じゃあ次、最後、たこ焼きせんべい。これ期待大でしょ。あ、なんかおかきみたいな感じだね。うん、あのね、串カツせんべいが一番うまい。うん、はい、最後これたこ焼き風味キャラメル。ケンさ、こういう笑い取んなくていいから。え、どんな味するねんこれ、大丈夫な。ちょっとね、せっかくもらったんだから最後まで味わおう。え、なにこれ。いやー、よかったね。このね、ほんと串カツせんべい、ほんとに美味しかった。ちょっとビール飲みながらおつまみになるねこれね。これちょっとまた後でゆっくり味わって食べようと思います。じゃあありがとうねケン、バイバイ。1、2、3、4。答えがいっぱい、精いっぱいもみたい、君の君の Oh yeah、感動しようが、yeah、広大な乳輪でも、yeah、I love you、おっぱい。